どうもねねです。今回もストライダー飛竜遊んでいきたいと思います、ね、他にも触れたら死にそうなやつですよね、これ。回復。あれどうやって行けと？あ、こうやって行くのね。難しいですね。で、ここは下でスライディングで行って、ジャンプで行って、スライディングで行って、ジャンプで行ったって。ここはスライディングで行ってジャンプジャンプスライディング難しい。なんであそこジャンプしすぎちゃうかな。あ、難しいな。もう抜けられました。もうああいう仕掛けは勘弁していただきたい。
懐かしい。ああ。よし。よし、回復。なんかでかいの出てきた。
よし、地下廃棄場ってところですね。I see he is still in control, friend.I have destroyed his beast, but access is still blocked. I require another key. Ah, yes. Seek out the shaman, Jerome. He is a disciple of Nails. He lives in the underground, but is not one of us. He is loyal to Mail and believes him a true god. He has what you need, but getting it from him won't be easy.Good luck, Strider. マグネティックサイファーを回収せよ。ニューコンセプトアート。ライフアップグレード。
なんかのスイッチだったんですね。ニューキャラクター情報。さっき開いたのここですね。ニューステージ。なんかいきなし中ボス戦ですね。
call upon you, Jerome. All others have failed me. You must not. I will not fail, my lord. Your will guides me. ファーストカタパルト、炎の力を帯びたプラズマカタパルト、高速移動中触れたものを炎に包み込みダメージを与える。今回はここで切りがいいのでこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。